よろしくお願いします。じゃあ、尺玉を詰めていきますので、はい、で4種類の星がありますので、はい、これ混ぜてしまうともう訳が分かんなくなってしまいますので、はい、絶対混ぜないようにしてもらいたいです、はいね、もう使い物にならなくなっちゃうんで、はい、で1番の星はここの書いてる1番のラインに積んでもらう、はい、で2番はここですね、はい、3、4という形で積んでもらうんですけど、はい、ここに丸い点がついてるんですけど、はい、そこに錦カムロの星ですね、はい、これをこれもうあとマスキングでつくようにしてますから、こうやってこうやってつけてってもらえれば、ええ、これがあのだらーっと金色に垂れ下がってくるアクセントとなりますから、はい、なので、まあ、この、 あの番号通りにこの星を並べてってもらうと。なるほど、はい、でグラデーションの花火をうちの会社で得意としている千葉の方が、はい、千葉さん、はい、あの隣でちゃんと、はい、あの見てお手伝いをさせていただきますので千葉と一緒に、はい、よろしくお願いします。ちなみにあのこれ先に貼っちゃうんですか。いや、貼んない方がいい。積みながら貼っていくってことですか。その高さまで来たら貼るもの、うん、なるほど、うん、わお。これ混ざっちゃったら、はい、イルミネーションっていうことになる。そうです、はい、玉としてはそれも綺麗なんですけどね、うん、ぐちゃぐちゃ色が変わってそこから金色の、なるほど、天使の羽みたいなのが出てくるっていう、それも綺麗ですけど、まあでも混ぜないでお願いします。そのイルミネーションでカムロっていうのは作ったことはあるんですか。もうないかもしれないですね。あ、それもないんです、じゃあどっちの。まあまあまあ、うん、あるイルミのカムロ花びら入りってある。あ、ミラーボールですね。あ、ミラーボール、ミラーボールないです。おー、ない、うんうんうん、ちなみに、はい、この場合一番ど真ん中何を置いてあるんですか。これはもうお好きなものを最初は。なるほどなるほど、いいです、はい、じゃあ1番を置きます。でですね、はい、ここがまあ1なんで、うんうん、はい、2個1個2個1個みたいな感じでちょっと置いてもらえば次やりやすくなります。なるほど、2個1個2個1個。いやもうこれもうほんとわけわかんなくなりそう22だ。六角形を先に作っちゃうと、あ、これこのやり方ダメだな。今2、はい、3、4もうやだ、もう3、3、4、はい、はい、で、2、2を2個、2を2個、はい、はい、ちなみにこれこの時点で、うん、はい、この時点で、はい、この時点でこれを4つも、あ、もう置きますか。わかりました。これちなみにここ置き場所変えてもいいですか。あ、どうぞどうぞ。このままこのまま行きたい、私この順番で置いてる順番で置きたい、はいはい、はい、そしたらこれを持ってもらって、はい、もう置いちゃう、もうくっつけちゃっていいですか。はい、はい、それでいいですよ。はい、これは全部一緒ですよね。はい、一緒です。はい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 。そしたら、まあ、ここ、うん、このラインにとりあえず2個ずつ入れますか。2個ずつですよね。はい。1個、1、3。1、3でいく。1、3。入るかな。くっ詰めちゃってもいいですか。はい、いいですよ。これめっちゃみんなに見られてるのも緊張するね。やりにくい。4、2。あお。4、2。で、2、3。こういうグラデーション作るのやっぱり神経使いますか。
います、ね、そうですね。これちょっとでもこうずれちゃうともうですよね、そのまま出ちゃうので。そうですよね、なかなか神経使う、はい、これも次同じような感じで、はい、ここまで埋めちゃいますか。はい、わかりました。もうすでに入らない。ちょっとずらしながら。ちょっとずらしてもいいですか。はい、はい、うん、した。ちょっとずれてきた、うんうん、はい、はい、ここずれちゃうね。そしたら、はい、もうこの1番のところにトトトトトと置いて2番、3番ってこう、はい、トトトトって置いきます。はい、とりあえずこういう感じですよ、いいですよ、はい、その範囲から出なければ、はい、大丈夫。こう順繰りに行ったらいいですか、はい、でもうこことここに1番、はい、1番と3番入れたら、はい、そういう感じで、もうここは次これがもういけます。あ、もう行きます、はい、あ、もうパズルですね、これ。そうですね、パズルです。 OK、 わかりました。でこんな感じで要領でこっちも全部、はい、このど真ん中に空いてるやつどっちかにしちゃったらいいか。2、2、2、3、2の3。そしたらこれもここ入るんだ。はい、はい、いっちゃいますね。めっちゃ緊張する。これやめとこう。これはね、こっちですね。これこっち。おすごい。はい、でこう順番にいったらですね、はい、そしたらまた、はい、詰めていきますね。順番に詰めて。これもあのカムロってもうこれでおしまい。片側は、ね、片側はここに、この番号のところに最後、はい、つけます。12個ずつ、12個ずつ。回さない方がいいや。これも回さなきゃいけない。そうですね。わかんなくなっちゃう。みんなが死ぬ。上までじゃあ、はい、最後ここにこう来るんで、はい、この分だけ伸ばしていって。あ、これ全部そ、はい、わかりました、はい、
一回貼り付けちゃった方がいいかもしれない。あ、そうですね。もうここ、はい、確かに3、はい、したら3とこれ上出ない方がいいですよね。できれば出ない方がいいですね。はい、はい、1個抜いちゃった。そうですね、はい、はい、これは3、4もいけちゃうな。これ出てる。これの方かな。はい、はい、あとは空いた隙間に番号を通りに埋めていってくれる、はい、はい、どっちも先に並べた方がいいですか。何でも並べた方がいいのか。いいか。これは1だ。あー怖い怖い。もう何番か見えるのかな、はい、ね、はい、はい、そこまで来たら、これを入れて、うんうん、あ、でかい、でかいな鍋蓋もでかかったです。グラデーションなんで、はいはい、あまり動かすとこう横に寄っちゃったりするんです、うん、なるほど。優しくこうトントンって叩いて、はい、上を鳴らして、で、例えばここ、うん、この間だったらもう一個入るとか、はい、なるほどなるほど。二番、二番ですね。はい。うん、ここも、うん、はい。でもう一回優しく、はい。ここ二番です。あ、ごめんなさい。二番。優しく叩いて、もうちょっと強くてもいいです、ね、ここいけそうですね。いけないかな、うん、うん、これ以上いくとでも、はい、出ちゃいそうですか。高くなっちゃいそう。うん、うん、これで大丈夫です。はい、そしたら、はい、この新革を両手で取ってもらって、うん、はい、和紙ですね。両方並べちゃいますか。先に先に並べちゃった方がいいです、うんうん、そうしよう。じゃあ赤いそのお店、そこにまず置いとこう。その芯をつけて。で、もう片方も同じく。はい、いきますね。逆に。はい。はい。
これも先に行っちゃってもいいかもしれないですね。行ってもいいんじゃない？一粒ずつ。一粒ず最初まだ六角形だけ作ったら行った方がいいですね。二一二一で。さっきこっちになったからこっちにしてみよう。二一。これって斜めに貼ったり横に貼ったりしてもあんま変わんないですか？あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？出方は変わらない。はい。はい。はい。そしたらもうやることは3つついてるだけど、あとはさっきと同じなんで。はい。番号通りに。怖いです。めっちゃ怖いです。そういうでもなんかあのシビアな目線には慣れてるかもしれない。ゆじで尺玉込めるのはやっぱり3年以上経験した人にしか込めさせてないので、今日尺玉っていうのはなかなかですね。いやめちゃくちゃ貴重な経験させてもらってますよね。多分若手の職員社員たちはちょっと羨ましがってるかもしれないですね。ですよね。そんな人たち。3年間も3時間出ちゃう。いやもう光栄なことですよね。すごく。そんなことできないってことですもんね。何も考えてないです。無心。無心ですね。はい。あ、ここ貼らなきゃいけないのか。じゃあ、ましょう。これ貼っちゃう。一瞬忘れてた。はい。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。うまいです。これここに貼る、ね、そうです。ですね。一番上はそこにある。はい。みんなこの尺玉込めたくて込
冷たいですよね。なんかすごいこと してる感があります、ね、私いつかは尺玉をって思ってですよね、そうですよね慣れてきちゃってますね、もう2番簡単に見ると違うことしましょうそうか、全然簡単じゃないからちなみにから札幌でもう目指すところで多分上がると思いますんでプレッシャー直径だって 300m 開くので隠しようがないんですよ、尺玉は。そっか、だって1ミリのズレが10メートルってやばい、ちょっと緊張してきた。あ、ここか。どうしようね、1ミリのズレって言われるとちょっと確かに、わりかしわりかしサクサクいってんな、私。危ないですよね、まあまあ、危ないですよね。とりあえず、はい、そしたら今あの、はい、また新顔を入れてもらって、はい、ちょっと足りないところに、はい、入れていきます。したらそれでまた優しくカン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 、こことここにも入ります、はい、うん、こっちです。おお、すごい千葉さん、うん、おお、どうすかね、ここね、うん、いいんじゃないですか、ね、いいですか、はい、はい、じゃあ星並べ終わりましたんで、はい、終わりました。これ一回のけます、はい、で割り粉を今度は入れていきます、はい、でさっきの道なしの方から、はい、これ一回じゃあ、ありがとうございます、はい、はい、
したら、あ、おみさん、和紙、はい、和紙巻き、これはあの練習の時とただ大きくなっただけでやり方は一緒なんですけど、大きいから結構大変かもしれない。確かに確かに。これでもなるほどね。私喋ってないけど大丈夫かな。大丈夫じゃないよね。この和紙ですよね。そうです。確かにこれ破れやすいと結構この段階でもビリっていっちゃいそうな感じですよね。これもシワ寄せしていく。そうです。わ、でっかいと難しい。確かに。ちょっと、はい、一瞬こうやって。おお。あの手が湿ってるとやりやすいです。確かに確かに。だから自分とかあの社長みたいな体型の人はまだまだまだなんで俺。俺そんなに手汗かかないよ。手汗かくんですよ彼。もうこれやるに持ってくるの手してるんで。なるほどね。もうこれ手カッサカサだと確かに滑あの難しいっすね。引っかかってこないですもんね。すごい早っ。いやもうそれはそうですよね。慣れてらっしゃる。で最後にこれ、はい、これをグーッとシワをあの、はい、舐めるように、はい、全体を。これで本来切れちゃうじゃないですか。そうですね、和紙じゃないと。ここでビリっていっちゃいますよね。そうなんですよ、うん、こういうのにも耐えてくれる薄い紙が必要なんですね。確かに、うん、確かに、はい、はい、でそしたらそれを、はい、入れます。そしたら入れたら、和紙を広げるんですね。はい、で芯側を抜いてください。あ、はい、はい、ありがとうございます。これ大きいあります。ちなみにあの千葉さん、これ作ってる時何考えてます？無です。愚問です。無なの？あ、より夜飯。夜飯何食べようかなと考えてると、うん、自分が今持った星が何番だったのかわからない、うん、ダメじゃないですか。確かに他のこと考えてると分かんなくなりますね。結構話しかけられると、うん、今あれこれ何番だっけ。確かに。 ありがとうございます。でこれ今のうちにこの和紙の長さを合わせておくのがいいかもしれないです、うん、はい、なるほど。さっきあの作った時真ん中結構ずれちゃったりしたんですけど、うん、この段階で合わせると、へえ、やっぱこうずれてると違うんですか？そのあの真ん中のあの火もらうところが口がずれちゃうんで、できるだけ真ん中にそれはあった方がいい。なるほど。でこの状態、はい、そしたらこれで、はい、もうガッツガツ入れていいですか？だから、はい、それで2杯ぐらい入れちゃって大丈夫です。そっか、整えなきゃいけないんですよね、はい、これさっき皆さんが一生懸命綿取りしてた、そうです、種の。でこの大きい、あ、そっちっぽいな、オレンジ色のやつ、はい、はい、ありがとうございます。でそうですね、それで、はい、星の方に割り込む、こすね、うん、押していく感じ。そうですね、はい、星をその玉皮に
くっつけるぞみたいな気持ちで、で3周4周したらまたマリコを2杯ぐらい入れます。はい、2杯ぐらいでいいですか。はい、千葉さんはこの世界に入って何年目なんですか。自分は今年で10年目ですか。おー、皆さん長いですね、それなりに。そうですね。なんでこの世界に入ったんですか。もともと東京にいたんですけど、おあの 映像系の仕事してる。同じ業界ですか。あの 編集の方ですね。ちょっとあのテレビ局が違うんですけど、赤坂の、なるほど、下請けであの編集のコースで30手前で帰ってきて、こっちにあんまりこういう仕事なかったので、全然別の仕事やってみようかな。あ、もともとこちらの出身なんですか。もともとはこっちの出身で帰ってこられて、はい、なんで花火を選んだんですか。なんか特殊じゃないですか。特殊ですね。なんかあのどんな仕事してるのかもよくわからな いそこにちょっと惹かれる。採用のきっかけは、はい、あの子供の頃からその30歳まで東京に行った会社、一回も小学校も中学校も高校も学ん専門学校だっけ、もう一回も休んだことないらしいんですよ、会社も。すごい、うん、前の会社実はインフルエンザで一回休んだことある。あー、もうしょうがないやつやん。でも休んだことないって言うから、いや絶対見てみたいと、彼の休むところを。そっちですね。それで即採用したわけです、ね、絶対休ませてやる。でも今のところ休んでねえもんね。休んでない、あ、一、うん、回コロナ、あ、コロナ。しょうがない。それでも来ようとしてたんですよ。すごい、うん、それもやめてくれと、やめてくれと。すごいですね、皆勤賞。そのこだわりはあるんですか、その皆勤賞のこだわり。いや、熱出たら休みたいんですけど、なかなか出ないんですよ。あ、風邪ひかないタイプ。そうなんですよ。いる、どう見ても熱ある時も来てるよ。気づかないやつですね。気づいてないって、うんうん、体温計持ってないでしょ。持ってないです。測んなきゃ熱ない。そうですね、うん、すごい。そして最後の最後で最も難しい作業、皮合わせ。半分ずつ作った花火を合わせる工程ですが、できるのは1回きり。これを失敗するとその花火はダメになってしまいます。下にしちゃおうかなと思うんですけど。重いんですけど、